どうも、こんばんは、エヌメです。今回は東京グルリインボーク、登録者100万人記念ということで、さまざまなキャンペーン、イベントが始まっているんですが、今回はちょっとその、詳細をね見ながらダラダラと話していこうかなと思います。いつも東京グルリインボークをご利用いただき誠にありがとうございますということで、100万人突破ですね。キャンペーンは1日1回無料で弾ける登録者100万人記念ガシャ&、登録者100万人記念アタッチメントガシャということで、まあ今日2回目かな、今日2回目なんですけども、1日1回、まあ、SSR のキャラが出るガシャがですね1回無料で弾けるのと、まあ、絶対出るってわけじゃないけどね、まあ、普通の確率なんですけども、あとアタッチメントガシャ、まあ、これはでかいね。アタッチメントガシャ1日1回無料で弾けるのは結構でかいと思いますね。毎日0時にリセットされるんでね、まあ、12時ウキウキにして、回して絶望して寝るっていうのは多分ここ1週間ぐらい日課になると思うんですけども、期間中に10日間ログインで核宝石 ×100 個がもらえるということですね。これはだいぶ でかいんじゃないかと、思いますね。100個ですね、100個で、これでですね、まあ、大体の、ユーザーたちは20連して100個で20連だよな、20連して爆死してクソだわっていうのが、まあ、大体の流れだと思うんですけど、頭のいいキッズたちはこの100個周回に使うと、そういうことですね。まあ、期間が今日10月18日から11月7日の10日間ということで、10日間じゃねえわ、全然ちげえわあ、めっちゃあんじゃんこれ、3週間ぐらいあんのかこれ。あ、3週間もねえわ、2週間ぐらいか、2週間ぐらい、2週間ちょっと、2週間ちょっとあるんですけども、まあこの期間の間に10日間ってだいぶ余裕だな。俺連続ログインかと思ったけど、10日間、そういうこともないのな。あ、全然余裕じゃねえか。8キャラクターが再登場、スペシャルガシャ、登録者100万人記念誕生日リバイバルということで、メンテナンス終了後27日までリバイバルガシャ。あ、8キャラクター、8キャラクターなのこれ。俺てっきり 2人かと思ったけど、8キャラクターなのね。誕生日リバイバルだから、あれか、順番に来るのか、誕生日が。あ、特別セール商品、特別セール商品ってなんだ、 RC ポイントショップの、後で見てみるか。デイリー実績に特別報酬追加が今日の0時。え、もうこれ始まってんの、全然見てなかったわ。で、アタッチメントの、探索、あ、捜索か、が出るんだけど、ブレイクリジェネーターと、あとあれだね、ヤモリの出血を2分の1の確率で防ぐってやつだね。はい、ということで、イベントはこんなもんかな。能力開花もね、結局あの EX カネキの方が多分、効果的には全然いいよね、あれね。これ何、何が増えた、あ、 RC ポイント、なるほど、 RC ポイントが追加されたのか、 1,2,3,4,5、 あとな、あ、いいか、 RC ポイントが追加されてんだ、デイリーには。あー、まあデイリーでさ、石毎日1個もらえるしさ、で、ログインでさ、まあ石もらえるから、このゲームだいぶ石もらえるゲームですよね。まあ最近そう感じますね、言われてみれば、言われてみれば、ね、考え直してみればだいぶ石もらえるね、これ。で、こっちがログインボーナスの方ですね。ガシャチケット3日目でさ、あの SSR 確定の、アタッチメントとキャラ確定1枚ずつもらえるんでしょ。これ神だな、これ。あ、 RC ポイントの糧になるかもしれないな。10日目には登録者100万人と確保税100個でかいね。でですね、100万クレジットはなんだこれ、あ、中、あれか、表示おかしいのか、うん、で、オールアッパー SR100 個、これプラスじゃないよね、ただの SR だよな、プラスじゃないんでしょ、が10個の10回か。あ、これボックスがね、圧迫されるんすよね。今ボックスいっぱいでさ、フレポがどんどん消えていってるんだけど、多分あれね、200までしかないから、昔のやつがどんどん消えていくんだけど、まあ、俺今絶賛昔のフレポがどんどん消えていって、クレジットとかね、多分消えていってるところなんだけどね、もったいないですね、普通に。フレポ回すのも大変だからな。で、まあ、期間は長いと。案外、もうめっちゃあるのかと思ったら、すぐ終わっちゃったな、話。まあ、いいか、こんなもんで。ああ。というわけでですね、何日か見てないんですけども、2週間ちょっとぐらいの間に10日間ログインしとけってことでさ、とりあえず。ああ、ログインだけしとけばいいんじゃないですかね。はい、というわけで、今回はこんな。
な感じで100万人おめでとうございましたということですね。まあ、次は200万人、300万人と段階を踏むごとに石が200個、300個となっていくと思うので、皆さんこの機会に東京グルリンボーク始めてみてはいかがでしょうか。というわけでお疲れ様でした。また次回の授業動画でお会いしましょう。